皆さんこんにちは EasyJapanese ージージへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト youtube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください今日もよろしくお願いしますはい皆さんこんにちは今日は6月16日水曜日です今日はまあ天気は結構いいですね午後から雨が降るかもしれないんですけどまあ結構いいかなと思っていますで、 前回のね、投稿から、ちょっとね、間が空いてしまったんですけれども、申し訳ありませんでした。すみませんでした。実はちょっと理由がありまして、あの、前回のね、エピソードが、えっ、ー、と、99回目のエピソードで、今回は、なんと100回目のエピソードなんですね。この100回目ということで、こう、記念会というかね、記念っていうのはあの、 何て言うんでしょうね。まあ、カタカナにもなってますけど、まあ、アニバーサリーみたいなことですよね、うん。せっかく100回目なので、なんかこう、何のお話をしようかなと、悩んでいるうちに、すごく時間が経ってしまって、気がついたら結構空いちゃいましたね。で、あのー、まあ、なんか別に面白いアイディアもなくて、なんかゲストとか呼んで話したらいいかなと思ったんですけど、なかなかこう予定も合わなくてですね。 で、まあ、どうせ、あの、なかなか面白いことができないんだったら、まあ、普通に話すかということで、<laughs> あの、間がね、途切れちゃうよりは、たくさん更新した方がいいかなっていうのがやっぱあって、で、まあまあ、あの、普通に話をすることにします。ということで、遅れて申し訳なかったなと、本当に思っています。すいませんでした。でですね、あのー、今日ですね、まあ、100回目ということなんで、ちょっとこのポッドキャストについて振り返りたいなと思っているんですけど、 あの、もともとね、あの、始めたのは今年の2021年の1月に、えー、このポッドキャスト EasyJapanese をスタートしたわけなんですけど、まあ大体半年でね、うん、まあ100回ぐらいですね。本当は2021年、今年のうちに12月の終わりまでですね、に300エピソードぐらい行きたいなと思っていたんですけど、今、ちょっと、ちょっとね、更新できてないこともあって、 100なのでまあね終わりにはね今年の終わりには200エピソードをまあ最低でも行きたいし、まあ、頑張って300いきたいなと思ってるんですけどあの質問とかもねたくさんいただいていてそれに対するこう回答お答えがまだできていないっていうのもあるのであのちゃんとやっていきたいなと思っていますでですね今あの数えてみたんですけどまあこの EasyJapanese は Podcast と YouTube で、あの、お送りしてるんですけれども、YouTube の方はね、最近、こう、チャンネル登録をしていただく方がたくさん増えてきて、本当にありがたいなと思ってますし、で、Podcast の方は、もう、めちゃくちゃ、たくさんの人に聞いてもらってるんですよね、実は。で、今、あの、数えてみたら、142カ国、142の国と地域ですね、で、聞いていただいてるってことで、これ、結構すごいですよね。 あの、世界の国って19、190?195 とかかなあの、多分カウントの仕方は、あの、それぞれのね、国によって、またちょっと違うかもしれないんですけども、まあ、190から200ぐらいの数あると思うんですけど、そのうちの 142? かな ?142 カ国と地域の方々が、そんな風にこう、この EasyJapanese のポッドキャストを聞いてくださってるっていうのは、もう本当に、 すごいですよね。あの、本当に感謝、感謝です。ありがとうございます。感謝っていうのは、あの、ありがとうございますってことですね。うん。本当にありがとうございます。嬉しいです。まあ、あのね、こう、日常の、僕の日常というか、日々のね、出来事をこうやってお話をしているわけなんですけど、まあ、それがね、あの、まあ、いいよって、あの、リスニングのことにすごく役に立つよって言ってくださる方がやっぱり多くて、 で、まあ、あの、そんなにね、トピックが難しすぎず、そして、あの、簡単すぎないっていうので、まあ、ほどほどのね、トピックをお話をしているので、それがいいよって言ってくださってる方が非常に多くてですね、ありがたいなと思っています。はい。ということで、まあ、100回目ね、特に特別なこともしないっていう感じになっちゃったんですけど、まあ、今後ともね、EasyJapanese の方、よろしくお願いできればいいかなと思ってます。はい。 ということでね、今日なんですけど、今日実は、今お昼前ぐらいなんですけど、今日はね、あの、インタビューを受けたんですよ。あの、まあ、オンラインでね、あの、ズームでなんですけど、インタビューを受けて、えっ、ー、と、僕の、なんかそういう、普段の活動、普段はあの、写真を撮る仕事をしてるんですけど、まあ、そういう仕事のことについて、えっ、ー、と、インタビューを受けて、それがあの、 もうこの、このポッドキャストは関係ないんですけど、他のポッドキャストでね、番組として流していただいて、そしてそれをあの、記事、記事っていうのは、えっと、ま、マガジンみたいな感じですね。あの、記事にして、あのウェブマガジンにね、載せていただけるということで、非常に楽しみです。まあ、僕はね、あの、取材って言って、取材、まあ、インタビューとかも取材なんですけど、例えば写真を撮りに行ったりとか、インタビューさせてもらいに行く、 僕の方がそういうすること、お話を聞くっていうことは今までよくあったんですけど、自分が逆にインタビューしてもらう、インタビューされるっていうのはなかなかなくてですね、で僕のことをまとめていただく記事なんてのはあんまないんですよ。なので、こういう機会をいただいて、機会っていうのはこういう、こういうチャンスというかね、こういうチャンスをいただいて非常に嬉しいなと思っています。 結構ね、緊張しましたけど、まあなんか、地元のね、高校生とか、中学生とか、まあ子供たちですね、子供たちが、あの、将来ね、どんな学校に行くかとか、どんな仕事に就くのかとかね、そういうことを、まあ決めていかなきゃいけないんですけど、そのための、こう、参考になるような、そういう、まあコンテンツなんですけど、まあ、僕は、あの、 あのまあ、大学も行ってるけれども、あの外国に暮らしたこともあるし、そしてまあ今はその写真とかあの映像制作。映像っていうのはビデオのことですね。映像を作ったりしてあのお仕事をしてるんですけど、まあ、そういう人もいるよっていうようなね、そういうことでまとめていただいてるんですけど、まあ、楽しみですね。うん。なので、またね、記事が出たらね、 僕も楽しみにあの拝見させていただこうかなというふうに思ってるんですけど。はい。まあその中でね、こうやってあの Easy Japanese という形で、まあこの日本語のポッドキャストをしたよっていうようなそういうお話もね、してし、したので、あの、まあそれを見ていただいた方とね、また今度お話をしたりとか、そういうことができればいいなと思っています。はい。ということでまあ今日はね、100回目の投稿。 とということでしばらくあのお待たせした割にはあんまりこう大したことをお話ししてないんですけどうんそんなわけでお話を今日はね100回目ということでねしましたはいまああのいろいろ考えて YouTube の方とかも まあ今、ポッドキャスト形式じゃなくて、こう動画でね、顔を出してお話しした方がいいんじゃないかとかね、いろいろ考えたんですけど、やっぱりあの今まで通りにね、こうお話をどんどんしていってで、できれば毎日毎日こうね、あの、新しくしていく方がいいんじゃないかなということで、やっぱり思ったので、そういうお話をしたいなと思っています。はい。ということで、まあ、e、EasyJapanese ね、これから、あの、101話からね、シーズン2にしようかなとかね、いろいろ思ったんですけど、 あのー、今年ね、この2021年はこのままシーズン1でいって、この年ごとにね、来年2022年になったらシーズン2みたいな感じにしようかなと思っています。その方がなんか1年でね、何エピソードかっていうのが後でまた分かって、ね、計算しやすいっていうか、見やすいのでね、そういう形にします。ということでこれからもシーズン1のまま続いていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。 ということで今日も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。ではまた次回もよろしくお願いします。ではでは。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。この番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube のフォロー、 チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回のイージージャパニーズでお会いしましょうではでは